市川海老蔵さん、長女玲香ちゃん、市川ボタン襲名に感慨、市川海老蔵。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの長女玲香ちゃんが日本舞踊の4代目市川ボタンを襲名することが2019年5月12日に発表された。襲名披露は8月3日から12日まで開催され、海老蔵さんや長男堀越勸玄君らも出演する。大勢の報道陣を前に玲香ちゃんは、この度私堀越玲香は市川ボタンの名称を4代目として相続いたします、どうぞよろしくお願いいたしますと堂々と挨拶。すでに稽古にも入っているといい、楽しいですと笑顔を見せた。その様子を温かく見守っていた海老蔵さんは、本人も舞踊歌舞伎をやりたいとその意思を尊重したと説明し、歌舞伎というのは男性中心の伝統文化、しかしながらそれではこの時代はいけないだろうと、私は父も他界して三代襲名ができなかった、女性の方ではおば妹娘が三代襲名ができる、こんなめでたいことはなく話を進めるうちにやりたくてしょうがなかったと経緯を明かした。海老蔵さん自身も来年13代目市川團十郎を襲名するが、自分の襲名は10月が大きいので自分の襲名よりも嬉しいですねと微笑むと、これに参加でき襲名を見られることは私にとりましても父にとりましても魔王にとりましても本当に嬉しいこと、そこにいられることに感謝しますと感慨深げに話していた。視聴者からのコメントは、おめでとうございます、襲名披露公演を楽しみにしております、おめでとうございます、海老蔵さんの頑張る姿を玲香ちゃんがいつも見ているんですね、真央さんが見守ってくれていますなどのコメントが寄せられました。市川海老蔵さん、長女玲香ちゃん、市川ボタン襲名に感慨、市川海老蔵でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。